はい、前川です。いつも動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日もですね、一人治療院経営を頑張るあなたに向けて、有益な情報を送っていきたいなと思います。今日はですね、売上が100万円以上いかない原因ということについてお伝えしていきたいなと思います。で、大体こういうセミナーとかさせてもらってると、大体100万円以上いく人の方が割合的に多くなってくるんですね。でも、世の中全体で見ると、なんか、4% とか、昔 10% とか聞いてたんですけど、今 4% とかもっと少ないみたいなね、こと言ってる方もいてるんで、まあ、実際どうなのかはわからないですけど、まあ多くはないみたいなんですね。100万円以上いく人の方が少数派っていう感じなんですけども、でもね、セミナー参加してる人たちの基準って絶対そうじゃないんですよ。100万以上いく人の方が多いってなってるはずなんですね。だからもうそこのなんかルールが変わってしまってる。だからセミナー参加してる人の方が、成果出てる人が多い。っていう感じなんですけども、まあ、もちろん行ってない人でもね、すごい成果出してる方いてるんですけども、まあ、割合ね、割合的な話で言うとそうなっているかなと思います。じゃあ、100万達成できない人、行かない人ってどんな理由があって行かないのかなっていうのをちょっと考えてみたんですけども、皆さんどう思いますか ?100 万行かない人ってなんで行かないと思いますか、まあ、いろんな理由があると思うんですけど、まあ、一つ目は純粋に技術がない。純粋に、患者さんに喜んでもらえる技術がない。から達成しないっていうのももちろんあると思います。で、最近多いのはですね、もう PPC 広告さえ出しておけばなんとかなるんでしょっていう人。なんともならないからそんなんで。それなんとかなったのでね、もう7年前とかですよ。まあ地域によってはね、まだやってるとか少なくて出したらバンバン当たるところもあると思いますけど、大阪ではもうなかなかないですね。うん。あとはね、ホームページが汚い。その、デザインもそうですけど、見た目、文字とかが、もう見にくい。字の大きさはまちまちだったりとか、間が詰まってたりとか、もう10行連続で変えたりとか、そんな感じで見にくい。字の大きさが全部してるとかね。だから、そういった感じ。あと、最近写真をね、載っけてる人多いじゃないですか。こういう感じとか。こういう感じとか。ね。知ってました?あれ。女性から見たらあれね、嫌がる人もいてるんですよ。これとね、ちょっと失礼かもしれないですけど、見た目が気持ち悪い人誰やらない方がいいみたいですね。俺どっちに入るかちょっとわかんないですけど、これね、いろんな業者さんが言ってます。顔なくした方が反応出たとかね。なので、まあ、もちろんそれでやられたらいいんですけど、それで反応出なかったら、顔隠したらいいかもしれないですね。その最初はね、最初この一発にボーンってなった時に出さない方がいいかもしれない。だって、最初はあなたは求めてないから。うん。それがね、今だったら誰ですか ?AAA の日誌とかやったらね。もうそれだけで反応取れるかもしれない。まあ、なんで日誌やねんっていうね、最近 YouTube ハマってて、トリプレイよく流れてるんで、はい、そのどうでもいいですね。で、次はですね、反応しないチラシを巻いている。もう反応出へんのに、もうちょっとやったら出るやろって巻き続けてる。ダメですね。あと、全部やらないといけないことやったつもりでいている。まあ、大きく分けてこういう感じだと思うんですね。なので、やることをやっているのか、やっていないのか、またやっているけどもずれているのか、もしくは本当に、人は来るけども技術がないから全く利益が上がらないのか、どれがあなたの問題点なのか、どれが原因なのか、この自分の自己分析をしっかりできているのかどうかです。ぜひですね、この自己分析っていうのをやってみてください。そして、その問題点をしっかり修正かけていく。で、書き方分からなければですね、また連絡いただけたらですね、僕もできる範囲でお伝えしたいと思いますので、ぜひですね、連絡いただけたらなと思います。そんな感じで今日はですね、100万いかない人たちの、まあ、原因、理由ということをお話しさせていただきました。ではまた次回もですね、楽しみにしていてください。またね!